リムル様たちが出立されて早い1週間、皆無事だろうか。元気そうだな、リグルド。リムル様、いつお戻りになられたのですか。たった今、影移動でな。他の者たちは無事だよ。それはよかった。あの、オークロードは。ああ、討伐した。まあ、さすがです。なんと。では、すぐに宴の準備を。落ち着けって。宴はまだいい。心配してると思って報告に来たけど、すぐ戻らなきゃならないんだ。なんと。そんな。これから忙しくなるからな、覚悟しておけよ。あ、少しくらい休んでいかれたらいかがですか。俺だって休みたいけどな。苦手な仕事が待っているんだよ。苦手な仕事。そう、戦後処理の話し合いである。では議長、リムルテンペスト始めてください。何が議長だ、勝手に決めてくれちゃって。戦後処理なんてどうやって進めていいかわかんねえよ。まあ、こうなってしまった以上仕方ない。俺なりの考えを伝えることにしよう。こういう会議は初めてで苦手なんだ。だから思ったことだけを言う。その後みんなで検討してほしい。最初に明言するが、俺はオークに罪を問う考えはない。ああ、被害の大きいリザードマンからしたら不服だろうが、聞いてくれ。侵略行為は悪であるが、そもそもの原因は飢饉による飢餓だ。同じ立場だったならば、他の種族のものであっても同様の判断をしたかもしれない。っていうのは、まあ建前なんだけどな。では本音を伺ってもよろしいかな。多くの罪は全て俺が引き受けた。文句があるなら俺に言え。お待ちいただきたい。いくらなんでもそれでは道理が。それが魔王ゲルドとの約束だ。なるほど。しかしそれは少々ずるいお答えですな。まあ簡単には受け入れられないだろう。ん？魔物に共通する唯一不変のルールがある。弱肉強食。立ち向かった時点で覚悟はできていたはずだ。弱肉強食。お前たちも里を滅ぼされているけど、文句はないのか？ないと言えば嘘になりますが、次があれば同じ無様は晒しませんよ。うむ。なるほど、正論ですな。ですが一つどうしても確認させていただきたい。確認？多くをどうなさるのですか？うん。多くの罪を問わぬということは、生き残った彼ら全てを受け入れるおつもりですか？それだ。数は減ったとはいえ、15万の多くがいる。それでだ。夢物語のように聞こえるかもしれないが、みんなで協力できればと考えている。協力と言いますと？リザードマンからは良質の水資源と魚を、ゴブリンからは住む場所を、俺たちの町からは加工品を提供する。そしてその見返りとして、オークからは労働力を提供してもらう。ジュラの大森林の各種族間で大同盟を結び、相互に協力関係を築く。多種族共生国家とかできたら面白いと思うんだけどな。我々がその同盟に参加させてもらえると。帰る場所も行くあてもないんだろ。居場所を用意してやるから働けよ。もちろんサボることは許さんよ。はあ、もちろん、もちろんですとも。命がけで働かせてもらいます。
ぜひ協力させていただきたい。トレイニーさんもいいかな。よろしいでしょう。私の守護するトレントからも森の実りを提供いたしましょう。当面オークたちの飢えを癒すことはできるかと思います。では森の管理者として私トレイニーが宣誓します。リムル様をジュラの大森林の新たなる名手として認め。名手？名手リムル様の名のもとにジュラの森大同盟は成立いたしました。なんか俺が名手にされちゃったけど、トレイニーさんじゃないの？事態ってそんな空気じゃないな。いいよやるよ、やりますよ。じゃあそういうことみたいなんで、みんなよろしく頼む。こうして冷や汗が止まらない俺を置き去りに、ジュラの森大同盟は成立したのだ。リムル様。ああ。ですが、おすすめ編成を実行しました。一括装備を実行しました。何か用か。弱肉強食とは言っても憎しみはそう簡単に割り切れるものではない。我らはオーガロ里を詫びて詫び切れはしない。虫のいい話であるのは重々承知している。だがどうかこの首一つでご容赦願えないだろうか。戦いの後、今後もリムル様のもとにやり続けたいと伝えたら、俺たちに役職をくださった。私はモノノフ、リムル様の護衛役ですよ。秘書も兼ねてます。白狼は指南役、ソウエは隠密、村に残っているシュナとクロベエにもだ。で、俺は侍大将の座を賜った。軍事を預かる役どころだ。そんなとこについちまった以上、有能な人材を勝手に始末するわけにいかんだろう。リムル様にあだなす存在ならば容赦はしないが、同盟に参加し名手と仰ぐのなら敵ではない。あだなすなど、あの方は我らを救ってくださった。従いこそすれ敵対などありえん。では俺たちは同じ主をいただく仲間だ。せいぜいリムル様の役に立て、それを詫びとして受け取っておこう。不王ゲルドの名に誓って。お前はオークディザスターゲルドの意志を継いでもらうべく、名をゲルドとする。ほほ。どうした？まだ何かあるのか？
いくら名前をいただいたところで私にそのような大役が務まるのか。まあいきなりじゃ不安だよな。よしギルド、俺と戦ってみないか。なぜそのような恐れ多いことを。いいからいいから。初めて見た時の鋭い目つきにただならないものを感じていたし、ネームドになって強くなってるはずだぜ。海鮮ですね。先生、一緒に。遠慮はいらないようだ。できますね。そこ終わりにしましょう。せやるな。わかりました。ここが俺で決める。いけ。この力を使うとし、ぶちかましてやるのだ。ちょっとだけ本気を見せてやるのだ。ドラゴンダイバー、せっとこんなものなのだ。ここまでのようです。効果なんてないだろうけど。要はお前はできるやつだってことさ。オークたちをしっかり導くんだぞ。急にオークの王者になれって言われてもプレッシャーがすごいだろうしな。今ので自信になってくれりゃいいんだが。はっ、この命にかけて。ならばよし。で次か。10日かけて全てのオークに名前を付けた。俺がスリープモードに入ったのは言うまでもない。ちなみにリザードマンの狩猟にもアビルの名を付けさせてもらった。名前がないと呼びにくいからね。我が輩は資材であろう。それでいい。そうでなければ示しがつかん。顔を上げい。せめて堂々と資材を受け入れようぞ。ガビルを破門し追放する。二度とリザードマンを名乗ることは許さぬ。なんだと。即刻追い払うがいい。外の世界を見てこいということか。こんなにも力強い父を相手に、我が輩は。忘れ物だ。これは。待ってましたよ、ガビル様。
ったく待ちくたびれたぜ。時は金なり。何をしておるのだお前たち。我が輩は波紋になったのだぞ。ガビル様が波紋ならみんな波紋ですよ。しかり、お前らバカだな。しょうがない奴らであるな。わかった。まとめて面倒を見てやろう。我が輩についてくるがいい。ひゅう、さすがだぜ。かっけー。至極当然。せっかくお膳立てしたのに、新しい魔王が生まれへんかったんは痛いんちゃうか。そうだな。しかし面白いものが見れたよ。あのスライム、どうしたものかな。せいぜい頑張ってや。もし協力が必要なら格安で受け渡るわ、魔王クレイマンハン。リムル様、心から感謝いたします。お任せください。ああ。ですが、やれやれ、期待に応えましょう。ゲルドたちが仲間になって、いよいよ大所帯になってきたな。大人数のハイオークたちが住める家となると、リムル様のお手を煩わせる負けには参りません。指示をいただければ我ら自身で対応いたします。自分たちで作ってもらうのがいいかも。確かにそうしてもらった方が効率的だし。面倒を見るって言ったのに悪いけど、お願いしてもいいか。はい。ただどうかお気になさらぬよう。我らを受け入れてくださっただけで、この上ない幸福なのですから。かく。かく。かく。今日は何をしようかな。まあ、やることは山積みだが。
作戦開始。なぜだ、ボルテクススピアをもってしても我らリザードマンでは多くの先兵にも及ばぬというのか。いいな、一族の負けにするな。この戦いも謀反も我が輩一人が背負うと決めたのだ。全てはボルテクススピアの力を全て引き出せぬ我が輩の未熟さゆえ。ならボルテクススピアに全てを委ねてみるのはどうかしら。ボルテクススピアから声が、我が輩に語りかけているのか。鏡になるには十分に磨かれた表面、よく手入れされた槍でよかったわ。まあそれを大事に持ってた父親を幽閉するようなドラ息子にはもったいないわね。今のあなたはこの槍に使われているだけ。この槍の全てを引き出す、そんなリザードマンになってみたくない？それはまるで親父殿のような、いや親父殿を超えるほどの器になれるということであるか。そう、あなたの理想、父を超えるボルテクススピアの使い手になるの。それじゃあいっそボルテクススピアと同化してみたらどうかしら。同化？それはどういう。あなたの理想映し出してあげましょう。リムル様、新しく作った水道の点検をお願いします。ああ、水回りは生命線だからちゃんと見とかないとな。ゴブタ、お前も配管に関わったんだろ、一緒に来てくれ。了解っす。よしよし、ここも詰まりは起こしてないな。どうしたアシュナ。なぜでしょう、男性用のおトイレにいると落ち着かなくて。あーすまん、ただの点検だと思って連れてきてしまった。あ、じゃあ次は女子トイレの方を。あ、便器の中が光ってるっす。なんすかこれ、そんなところライトアップして誰が喜ぶんすか。いや、この光、あれ、なんで外に。これはまさかあの時と同じ。ああ、鏡の世界とかいうやつだな。ここに来るまですっかり忘れてた。多分この世界での記憶は鏡から出ると忘れちまうみたいだな。この前はシオンに似た魔物がいました。今度も誰かに似た魔物がいるかもしれません。ふん、濡れたところで豚は豚。我らが大森林を食らい尽くすにはいささか器が欠けておる。お前ガビル、久しいな、ゴブリンを滑るスライム。随分偉そうっすね。っていうか雰囲気変わったんじゃ。これは失敬。以前はそなたに敗れたが、今はこの通り、多くの軍勢を好み一つで駆逐するほどに我が輩は強くなる。刻、個体名ガビルはボルテクススピアと同化し、新種族トリシューラに変異進化しているようです。槍と同化？普通に槍を持つのとは違うのか。今ならリムル、そなたの内に秘めたるオーラ、ゴブリンだな。いいな、この大森林をも滑るに値する器と見たり。少なくともただ槍を持ってた頃と比べて洞察力は上がってるみたいだな。確かに進化している。覇王は二人もいらぬ。抜け、リムルテンペスト。
その腰の獲物、よもや草食ではあるまい。嫌だと言ったら？それは困るな。こちらも父親を裏切った身、後には危険。故郷とこの大森林を滑るか、それとも死か。我が輩には二つの道しか残っておらぬ。一騎打ちにて真にジュラの森を滑る者を決めようではないか。引き下がってはくれないみたいだな。結構だが、リンクリング！なんだ、地面なんか凍らして。ここ周囲のマサは全て地表の氷に閉じ込められた状態です。一部のスキル使用に制限がかけられています。新しい手口だな。我が輩が望むのは真の一騎打ち。外の魔素に頼らず、斧神一つで戦おうぞ。俺がこの氷を食うかもしれないぞ。それも結構。伏して地を舐めるがこの町の主の作法だと思うのであれば、咎めはせん。ち、うまい挑発を考えたもんだな。分かったよ。俺も自分の力だけで戦ってやる。死んでも文句言うなよな。この道後には引けぬ身よ。来い！歯応えがあるといいが。先生、一緒に。でしょう。私は僕に任せて。行け。止める。やるな。させるのだ。決める。いけ。成敗してきますね。逃がしません。時です。さあ、身体操作が。なんだこいつの攻撃、鋭いなんてレベルじゃない。両手両足全部に貫通力がある。各ユニークスキルスパイラルボディの効果により、個体名ガビルの攻撃すべてに一つ属性が付与されています。触れるもの皆傷つけるってことか。この身は一振りの槍、身を削り、帰る場所も逃げ場も自ら立ち、そうして手に入れた尖りである。生半可な装甲など無に等しい。強いなお前。だけど
脆いよ。何？俺の知ってるガビルは、あいつはお前よりは弱いけど、それでも慕ってる奴らがいて、それで調子に乗ったりするけど、なんつーか、なんだかんだ生き残るような感じっつーか、すげえタフな奴だったよ。何が言いたい？お前は本物のガビルより弱そうだってことだ。面白い。ならば、好きにかかってくるがよい。強大な魔力の接近を感知しました。歯応えがあるといい。先生、一緒に。でしょう。楽しいことをさせるのだ。逃がさせようだ。そこだ。仕留める。僕に任せて。行け。やる気あるな。警戒してきますね。逃がしません。切れ伏せ。この子の性能を見せてあげる。リミットブレイク。嘘でしょ。きっと何かの間違いよ。わかりました。ここか。危ない。僕に任せて。いけ。申し訳。ありましたね、先生。まだ諦めろ、お前の負けだ。二度も裏切るわけにはいかぬのだ。来たよ、一族の尊厳を。そういうところが脆いってんだよ。今にも倒れそうっていうか。いただきます。え？なんであるか貴様。なんだ。ごちそうさ
様でした。スライム？あなたがリムル？そうだけど。スライムは私のスキルを超えた存在だとでも言うの？とんでもないことが起こる予感。面倒事はごめんだけど避けられないんだよな。頑張って戦ってみます。疲れることがあったような気がするんだけど。確かに。トイレに集まって何してたんすかね。水回りの整備を。でも長いこと他の場所にいたような。リムル、緊急事態です。なんだ、また面倒な客でも来たのか。客に違いありませんが、面倒などという次元ではないかと。どういうことだ？説明するのは難しいですね。わかった、すぐ行く。おい、客って。ええ、あの強大な魔素、そしてスライム。俺以外のスライム何気に初めて見たかも。何言ってるんですか、さっきまで一緒に鏡の中にいたじゃないですか。鏡の中？何の話だ。ああ、向こうのことは忘れちゃうんでしたっけ、パパたちは。パパ？パパに自己紹介っていうのも不思議なシチュエーションですが、思い出せないんだったら仕方ないですね。テンペストオンチュウでいいのかな。手紙か。はじめまして、リムルテンペストの娘、シンシアです。多分将来この国を背負って立つことになると思いますんで、どうぞよろしくです。マジっすか、リムル様。ついに間違いを。何もしてねえよ。なんだついにって。ということは母親は、もしや私。なんで心当たりありそうな顔してんだよ。誤解されるからやめろ。そうですよ、リムル様に限ってそんなことあるはずないです。しかしリムル様、例えば分身体が自我を持つなどは考えられませんか。いや、さすがに。解、対象の個体はリムルテンペストの分身体ではありません。だよな。しかし魔素の中にリムルテンペストのものと極めて近い因子が含まれています。俺の因子？どういうことだよ。詳細鑑定不能。いやいやいや、 DNA 鑑定とかないの？これ養育費とか払わないといけないやつ。お金なんていりませんよ。私の望みはたった一つ、パパと一緒に暮らしたいだけです。暮らすったって。ちゃんと娘って証拠もあるんですよ、ほら。あどうです、親子コーデってやつですよ。外にも中身もどう見てもリムルテンペストの娘、シンシアです。俺に似せて擬態した？擬態と捕食者、
俺と同じスキル持ってんの？親子ですもん。いやいや、仮に同じスキルを持ってたとしても食ったもんじゃないと擬態できないはず。食べなくったってパパに似るのは当たり前じゃないですか。親子なんですから。もしかしてあれか、俺の分身体をいつの間にか捕食したとか。お、当たりか。褒めてもらえると思ったんですけどね。結構ショックです。通覚無効、超速再生。私たちの体は切っても治るし、痛みも感じないけど、心の方はこれでも結構傷つくんですからね。私がパパの娘だって証拠なら他にもいっぱいあるんですよ。例えばパパとそっくりなスキル、こんなのとか。リムル様に出会った時と同じ。周囲のマスを利用していない。あの炎の大きさがそっくりそのままあの子の力ってことか。エクストラスキル黒煙、いきますよパパ。証拠を叩きつけてあげます。デコピンでも勝てますよ。先生、一緒に。楽しいことをさせるのだ。逃がさせておくのだ。できますよ。いかがでしょう。
能力を開示します。森を守る力を。能力を開示します。着実にいくぜ。才能解放完了しました。ダメ。能力を開示します。さらにお役に立てそうだ。俺もまだまだ成長できそうだ。やばそうなのが来たっすね。おすすめ編成を実行しました。一括装備を実行しました。お任せください。一括装備を実行しました。作戦開始。魔力の接近を感知しました。デコピンでも勝てますよ。海鮮ですね。森の平和は守られましたね。This is...
できる。まさか本当に俺の？いやいや、そんなわけ。キャー！リブル様！この炎全然消えないっす！おまけに炎の意地まで。魔素量だけなら俺と同じだが、それを扱う技術はむしろ俺より。これだけ証拠をぶつけてもまだ信じませんか。じゃあ次は。待て待て、これ以上は町が持たん。大体こんな先だったやつが娘とか信じられるか。さっき何か勘違いしてますね。何あいこでちょい。ああ、ああ、なんだ。コク、下手に体を動かさないことを推奨します。どういうことだ。手指をかたどるように編み込んだ格子を高速振動させることで斬撃効果を生み出しています。糸の子みたいなもんか。その一本一本が多重結界と身体装甲に対する耐性を持っています。触れればたちまち細切れになることが予測されます。細切れって、まるで白露だな。でもそれなら影移動で。で影ね。炎に包まれたこの空間では影が発生しません。まさかこれ全部。パパを殺そうなんて考えるわけないじゃないですか。さっきも言いましたけど、パパと暮らしたいだけだから。その手を離せ、ヘルフレ。邪魔しないで。引き寄せられる。磁力の発生を検知しました。黒稲妻による電流が手指状の格子に流れています。全磁石、みんな武器を離せ、巻き込まれるぞ。ここまで全部計算づくか。私が考えてきたのはどうやったらパパと一緒にいられるかだけ。リムルテンペストの殺し方なんて考えたってわかるわけないけど、リムルテンペストの捕まえ方ならわかる。パパと同じスキルを組み合わせて工夫して、文字通り編み出した技、ジェイルシェイクです。掌握が強まっています。捕獲は時間の問題です。だったらこの手を捕食しちまえば。推奨できません。この格子は全て個体名シンシアの肉体の一部です。一本一本に捕食者と超速再生のスキルが備わっています。ってことは食い合いになったら。オークディザスターの時と同じ結果は望めないでしょう。どっかに隙間はないのか。完全な密閉空間です。打開しうるスキルはありますが現在解析中です。今あるスキルで何とかしろってか。水陣！そうだよな、イフリートの時と同じだ。かといって大量に水をかけると水蒸気爆発が発生します。が、が？ジェイルシェイクの捕食効果により爆風は周囲に漏れず、個体名シンシアの胃の中に格納されます。周りに被害は出ないってことか。それなら思う存分。ただし消化に使った水も捕食されるため、手の中の温度を下げるには断続的かつ大量に水を流し続ける必要があります。現在保有している水だけでは足りません。まいったな。降参ですか。でしたらそろそろお家に帰りましょ。お前んちってどこにあるんだよ。あ、今は鏡の中に住んでます。やっと帰る気になりましたか。うん、まだ何とも言えないな。俺鏡なんか入ったことないし、住み心地とか不安だな。何言ってるんですか、もう何度も。あ、
そっか、覚えてないんだった。住み心地は、そうですね、何もなくて、寂しくて。お？ん？あれ？パパ？わ、なにこれ！って気持ちいい！寂しいのは嫌だな。やっぱり、テンペストに住む方がいいや。あれ、なんでなんで？どうやって抜け出したんですか？影移動で抜け出した。そんな、ちょっとやそっとの水じゃ。ああ、まいったよ。なんせ貴重なポーションまで使わされたんだからな。ポーション？それも、胃の中のポーションでも足りなかったもんだから、ありったけのヒポクテ草と魔素を混ぜて追加のポーションも作る必要があった。おしゃべりしながらこっそりコネコネしてたんだよ。くーん、親子の交流をフェイントにするなんて。同じ手はもう通用しないぞ。それにこれ以上はマジで町が持た。まだ暴れるってんならこっちも。人生初の挫折です。え？完璧だと思ったのに。次はもっとすごい技考えて、絶対パパを捕獲するんですから！パパを捕獲って、なんつーパワーワード。でも、本当に何者なんだ、あの子。フレアサークルを他のスキルと組み合わせてた。変質者のスキルまであるのか？そんなの、まるでシズさんじゃねえか。シズさんは俺の中にしかいないはず。だとすれば、本当に、娘だってのか。隠し子疑惑。仲間たちは俺を信じてくれてるけど、今じゃ誰よりも、俺自身が疑心暗鬼にかかってる。リムル様！火消えたっす！あ、こいつも疑ってたわ。トイレ、作っててよかったな。水を引いてなきゃ、今頃もっと燃えてたかもしれん。とにかく、後片付けだな。作ったばかりの風呂に入るのは、まだしばらくお預けだな。外交でした。特使を務めましょう。参りましょう。リムル様、緊急事態です。どうした？ペガサスです。おお、この世界にはペガサスがいるのか。ペガサスに武装した騎士が数百機こちらに向かっております。まさか英雄王ガゼル・ドワルゴ。いかがいたしますか？戦ったら負け戦になるだろうし、できれば争うのは避けたいんだが。問題ありません。蹴散らせばよいのです。おいおい、いざ戦闘となったら住民の避難を優先させよう。その間、俺たちで時間を稼ぐぞ。これはガゼル王、お久しぶりでございます。久しいな、怪人。それにスライムよ。いや、俺を覚えているか？そう緊張するでない。今日の俺は一詩人としてやってきたのだ。詩人って？あくまでも建前だがな。そうでもせぬと出歩くことなどできぬ話や。ということは、普通に話しかけても文句はないよな。当然だな。じゃあ最初に名乗っておく。俺の名はリムルだ。スライムだが、スライム呼ばわりはやめてもらおう。これでも一応はジュラの森大同盟の名士なんでね。で、何の用だ？単刀直入に言おう。リムル、
貴様を見極めに来たのだ。見極めに？俺の剣で貴様の本性を見抜いてくれるわ。あ、この森の名士となったなどと洞を吹く貴様には文というものを教えてやらねばなるまいしな。その剣が飾りでないというのなら俺の申し出を受けるがいい。おうよ、まさか。本気で戦ってみるのが手っ取り早いであろう。よし、その申し出を受けよう。俺をホラ吹き呼ばわりしたこと後悔させてやる。立ち合いは私が行いましょう。まさかドライアド。我らが森の名手に対し傲岸不遜ですよ、ドワーフ。名手たるリムル様をホラ吹き呼ばわりするなど、この森の民を敵に回す覚悟が終わりなのでしょうか。森の最上位存在であるドライアドが組みするなど、貴様をホラ吹き呼ばわりしたことは謝罪するぞ。それに事情もおぼろげながら読めたわ。じゃあ、だが貴様の人となりを知るのは別の話。ああ、立ち合い人も決まったならば、あとは剣を交えるのみ。ああ、そうだな。軽く勝利して今回の件をきっちりと説明してもらうとするわ。俺に勝てたなら答えてやるさ。はじめ。その力見極めてやろう。回戦ですね。せんよ。負けるわけにはいかない。その構えは。行くぞリムル、おぼろ地点ゴールライ。それまで勝者はリムルテンペスト。剣を交えてよくわかった。お前は邪悪な存在ではない。納得してくれたのかな。
それにしてもよくぞ俺のオボロチ天豪雷を見切ったのだよ。見事だったぞリムル。いや偶然だよ。その技俺の師匠が使っていたのを見たことがあるんだ。訓練でよく打ちのめされた。それだけの話だ。なんだと？まさかその師匠というのは。ほっほっほ、お見事でしたなリムル様。ケンキ殿。300年ぶりくらいかな。森で迷っていたあの時の小僧が見違えたぞ。あ、いや失礼、ドワーフ王。わし以上の剣士へと成長したようで頂上ですじゃ。ケンキ殿にそう言っていただけるとは。悪老が師匠だったのか。本当、世の中どうつながっているのかわからないもんだ。なるほど、オークロードを倒した謎の魔物集団の調査だったと。それが敵となるか味方となるか見極めにな。リムルよ、聞きたいことがある。おう。俺と盟約を結ぶつもりはあるか。うん。お前がもしもこの広大な森を全て焼酎にできたならば、我が国をも上回る富と力を手に入れることができよう。その時に後ろ盾となる国があれば便利だぞ。願ってもないことだが、いいのか？それは俺たちを、魔物の集団を国として認めるのと同じだぞ。無論だ。それとこの話、我らにとっても都合が良いのだ。相応に利益がある話だぞ。断る理由はないな。喜んで受けたいと思う。よし、でお前たちの国の名は何というのだ。ん、国の名前だと考えてなかった。ジュラの森とリムルテンペストから名を取って、ジュラテンペスト連邦国だ。ジュラテンペスト連邦国。おお、さすがリムル様です。では国の名前はジュラテンペスト連邦国、この町の名前はリムルといたしましょう。え、中央都市リムルです。おいおい、それはちょっと恥ずかしい。中央都市リムル、それ以外にありません。そうだな、我らの町にふさわしい名だ。決まりのようだな。この日、歴史にジュラテンペスト連邦国、そして中央都市リムルの名が初めて登場したのである。弟弟子よ。おう。聞け。やれやれ。リムル様。リムル様。今でもたまに戦うしかなかった日々の夢を見ます。すでに過去のことだと分かってはいるのですが。でも簡単に忘れられるなら苦労はしないよな。だったら思い出も俺と一緒に抱えていこうぜ。
器用な私がこうして多くをまとめていられるのは、ひとえにリムル様のご助言のおかげです。この感謝を形にしてお伝えしたく、贈り物を用意しました。受け取ってください。そんなにかしこまらなくていいってけど、ありがとな。俺もお前がいてくれて助かってるぞ。リムル様、シオンが弁当を持ってリムル様を探してただよ。よく報告してくれた、クロベ。いつも世話になってるだ。これはそのお礼だべ。気に入ってもらえるといいだが。ありがとな、クロベ。これからも仲良くしような。リムル様、また素材集め手伝ってもらえねえだべか。もう足りなくなってきたのか。本当にすごい探求心だな。なかなか納得いく仕上がりにならなくて、つい熱中しすぎただ。さすがにこんなにすぐはダメだべか。そんなことないぞ。今回もちゃんと集めてきてやるから待っててくれ。よかっただ。それじゃあよろしくお願いするだよ。どうだ、これくらいあれば今度こそ足りるだろう。さすがリムル様だ。たくさん集めてくれて感謝するだ。これなら波紋の研究分は心配なさそうだべ。そうかそうか、それならよかった。で、波紋の研究には？んだ、他にもソリとかいろいろ研究するだ。おお、こりゃまだまだ素材が必要になりそうだな。リムル様、おかげさまで本日も街は平和ですぞ。俺のおかげじゃないだろ、みんなのおかげだよ。リムル様、どうぞこちらをお納めください。ホブゴブリンたちで意見を出し合い用意した品にございます。そっか、みんなでこれを。ありがとな。他の奴らにもよろしく伝えといてくれ。各リムル様、こちらよかったら受け取ってください。日頃の感謝の印です。おお、ありがとな。遠慮なくもらっとくよ。どうだい、一応旦那の家事をやってみねえか。いや、その必要はないだろう、怪人たちがいるんだからさ。旦那、こいつを受け取ってくれねえか。ん？急にどうしたんだ？なんてことはねえ、日頃の感謝の気持ちさ、気楽に受け取ってくれ。部下と親交を深めた方がいいぞ。ちゃんと意思疎通できてるのか？問題ないと思いますが、リムル様がおっしゃるならば後で言葉を交わすことにします。リムル様、よかったらこちらをどうぞ。いつもお世話になっている感謝の気持ちです。
お、ありがとな、ソウエ。何気なくさらっと感謝の品を渡してくるか。こういうことができるってかっこいいな。リムルの旦那。ソウエ、この頃みんなから仕事を受けてるって聞いたけど。ええ、今日も複数件素材集めの仕事を引き受けました。そうやって働いてくれるのは嬉しいけどさ、わざわざ率先して引き受けてるのってどうしてだ？この前リムル様が森の奥に出かけられた時の話を聞いて、もっと森を知っていた方がいいかと思いまして。知ればよりこの町の警備に役立てることができます。なるほど、そうだよな。よし、手分けしよう。ソエ、俺も素材集めがてら森を探索してみるよ。お疲れ様です、リムル様。手分けいただいた仕事はいかがでしたか？集めなきゃいけない素材はきっちり集めたぞ。森の探索の方は魔獣はいたけど特別変わったことはなかったな。そうですか。俺の方も同じ感じでした。まあ大きな危険がないと分かったのも一つの収穫かと思います。だな。こんな風に地道にやるのって大変かもしれないけど、やっていっても損はないよな、きっと。